こんばんは。抗議はしません。新入会の皆様、ご入会おめでとうございます。今日は新人の基本的なお話をしたいと思うんですね。で、ちょっと声が変なんですけど、宗教と言いますと、世間では精神修養であるとか気休めであるとか、あるいは道徳の強制であるなんていうふうに思われてますね。ですから、まあやってもやんなくても大して変わんない、まあやった方がマシぐらいにしか思われていません。特に仏教と言いますと、非常に古めかしいものである、迷信臭いものである、お年寄り専門であると思われてますね。確かにそう思われても仕方がない面はあります。仏教って言うと、まず何を思い出すか。お葬式、法事、お盆、お彼岸、お墓、陶場、全部死んでますね。全部生きてる人関係ないわけですね。また全国的に今流行ってる信仰に、ぽっくり信仰っていうのがあるんですね。全国で50カ所ぐらいあるんですけど、だいたい念仏系なんですけど、これお年寄り専門なんです。私がそこへ行きまして、ご祈祷してもらう、あるいは一生懸命信心すると、長患いしないでぽっくり死ねるって言うんですね。で、ぽっくり信仰なんて言うんです。大きいとこは年間20万人ぐらい行くなんて言うんですね。そういうのを見ると、いかにも仏教というのは迷信臭い、お年寄り専門と思われても仕方がないんですけれども、本来の仏教にはお葬式ないんです。お釈迦さんが禁止してるんですね。お釈迦さんが亡くなるときにこういう遺言しました。弟子たちが、お釈迦さんが亡くなったらお葬式はどうしましょうかって相談したら、葬式やる必要ないと、在家の信徒に任せなさいと。お前たち出家僧侶ですね、出家は自分の仏像心を専念しなさい、こういうふうに遺言してるんです。特に僧侶が葬儀に携わると権威化して腐敗するから、葬式に携わっちゃいけないって遺言してるんです。ですから今のいわゆる葬式仏教ってのは、お釈迦さんの教えに背いてるんですね。だから仏教のお葬式に関する教えは一言もないんです。ですから今のいわゆる仏教、葬式仏教はお釈迦さんの教えじゃありません。日本独特のものなんですね。じゃあ仏教って何かっていうと、この仏の教えと書きますね。これは仏が説いた教えという意味もあるし、仏になる教えというふうにも読めます。仏になるってどういうことかっていうと、何があっても崩れることのない幸せを仏の境界というんですね。絶対的幸福と言ってもいいんですけど、幸せになる方を説いたのが仏法なんです。で、なんでそれじゃあ人間が幸せになるのかというと、自分の生命の素晴らしさを知らないからなんだと仏法では説くんですね。これを無明というんです。無明、明るくないと説きます。どういうことかって、自分の生命に明るくない、自分の生命に暗い、知らないってこと、生命に無知だってことですね。よく私たち言います、そんなことできるわけない、自分なんかダメさって確信持ってますね。結構これ無明なんですよ、ね、人間ってのはだから自分で自分をダメにする動物だって言われてるんですね。だから幸せになれないんだと。ですから素晴らしいのは何かっていうと、仏法じゃないんです、生命なんです。私たちの生命ほど素晴らしいのはないんだよ、それを自覚すれば誰でも幸せになるんだよって言ったのが仏法なんです。私は全然そう思ってませんね。いつからそうなっちゃうかって、子供の時からなっちゃうらしいんですね。子供の時、学校の成績が悪いと親が言います。バカだねこの子は、なんて。すると、この僕バカかなって確信持っちゃうんですね。あれがダメ人間の始めだって言うんです。だから叱るより褒めろって言われてるんですね。で、仏法説いてるのは、人間の生命の中にはある意味では無限の可能性があるんだと。
それを自覚して引き出すことができれば、こうしようと思うことができる、そういう人生になるんだよ。生命ほど素晴らしいのないんだよっていう仏法の考え方なんですね。でこれはよく話すんですけど、今マジカルパワーっていうのをやってますね、テレビで。今あれ非常に面白いみたいな、聞いたことあるんですけど、昔始まりの頃はもっと真面目な番組だったんですね。生命の不思議を考えるみたいな番組だったんです。そう、最初の頃たまたま見たテレビでこんなことやってました。マンションの5階から2歳の子供が落ちました。お母さんが下にいたもんですからね、ママーって乗り出して落っこちゃったんですよ。 1.5 秒で落ちました。誰が測ったんですかね。18メートル離れてました。お母さん気がついて走って受け止めたんです。助かったんですね。18メートル 1.5 秒ってことは100メートル 8.3 秒、世界新記録。まあ100メートル 9.7 ぐらいですからね。しかも重さが165キロ。これは体重じゃなくて重力がかかってますから。これ受け止めたってことはすごいことなんです。従来の選手の世界記録はだいたい自分の体重の3倍限界だって言われてるんです。体重100キロと300キロって言われてるんですね。お母さんの体重の4倍あったと。お母さん40キロしかなかったんですからという話をしてました。どういうことかというと、人間の限界2種類ある。一つは心理的限界、自分でできないと決めてる、だから最初からやろうとしませんね。もう一つは生理的限界、本当の限界で、普通考えたらそんな速く走れるわけないんですね。だけどワークを救おうと思ったら無我夢中だからすごい力が出た。これを突破しちゃったんですね。で本当の限界っていうのは分かんないんです。ないのかもしれない。そういう面でスポーツの記録っていうのはしょっちゅう塗り替えられてますね。常に新しくなってます。そういう面で限界ないとも言えるんですね。そういうふうに肉体的な能力にしても限界ないのかもしれない。そういうすごい力を持っているのが人間の生命なんですね。よく火事場のバカ力なんて言って、火事の時に女の人がタンス持って逃げたとか金庫持って逃げたなんて話がありますね。普段出ないような力が非常事態の時に出る場合があるということは、可能性があったから出たわけです。中出てくるわけないですね。そういう肉体能力だけじゃなくて、人間の知恵にしても常にこのいろんなものが正しいものを作り出します、人間というのは。そういう面では知恵にも限界がないのかもしれない。そういう命の力、生命力と知恵、無限の可能性を持っているのが生命なんだと仏法では説くんです。と引き出せばいいんだ。でどうすれば出てくんだ。私は力があるんだっつって、うーんって力んでも出るのも同じぐらいなもんですね。それ引き出す方程式がある。仏法ではそれを因プラス縁イコール果って方程式を解きます。因縁和合して果が生ずると言います。因っていうのは可能性です。可能性がなきゃ出てきようがない。可能性があってもそれを引き出すチャンスがないと可能性は出てきません。可能性プラスチャンスがあると可能性が出てくるという方程式、当たり前のことですね。でも人間の生命には良い可能性ばっかりじゃありません。悪い可能性もあります。泥棒の可能性も、人殺しの可能性も持ってます。強さと弱さ、美しさと醜さ、ちょっと欠点、両方持ってるのが人間の生命なんです。それを細かく分けると10回5分、あるいは1年3000とこう細かく分析するんですけどね。まあ今日はその話はしませんけど、瞬間線は3000種類変化した。縁によって変化してるんだって、こう解くんですね。で、その最高の可能性、幸せの可能性を仏戒と解くんです、仏法で。仏の生命、幸せの可能性、あるいは無限の可能性と言ってもいい。みんな持ってる。でもそれを引き出す縁が世間にはないから、仏法ではこれを
本尊として隔離をした。本尊と何か、波の時は虹がって書いた、私がしたためたご本尊ですね。あれは仏の生命を表したもんです。大臣の生命を表したもんですね。仏の生命を本尊とします。その本尊を信じてお題を掲げることによって誰でもが成仏、これはさっき言った絶対的幸福になれるってことなんですね。誰でも幸福になれる、で仏法で説くんです。ですから本尊を信ずるということは、本尊から何か力がチュッチュってくるわけじゃないんです。ガソリンスタンドみたいに自分の持ってる力を引き出すんですね。人間の中に例えば病気になる弱さもあれば、病気を治す強さも持っています。弱さを出せば病気になる、強さを出せば治って当たり前なんですね。どっち出すかなんですよ。その強い綺麗な生命の力を引き出せば、どんな悩みも乗り越えていって当たり前なんですね。ですから本尊を信じるということは、自分自身の生命の素晴らしさを自覚して引き出すことなんですね。だから一つの悩みを乗り越えて幸せになっていけるんだと。生命ほど素晴らしいものはないんだよってのは仏法の考え方なんです。仏法が素晴らしいんじゃなくて生命が素晴らしいんです。それを教えてくれたから仏法は素晴らしいと言ってもいいんですけどね。でも素晴らしいってだけはこれは観念ですから、現実とも素晴らしくありませんから、素晴らしくするための実践が必要になります。これは命のトレーニングなんですね。スポーツは肉体のトレーニングです。鍛えたところが強くなるね、体が。オリンピックのスケートの清水、こんな太い足してますね。あれ鍛えたから、背はちっちゃいけどすごい力が出たわけですよね。あれは肉体のトレーニングです。信仰は命のトレーニングです。命を強くする。命が弱いから悩みに負け、関係に負け、宿命に負け、全てに負けちゃうわけですよ。強くなら勝てるんですね。強くするためのトレーニングが信仰なんですね。だから信仰の実践になるんです。ですからこうしようと思うことができる自分になること、悩みを一つ乗り越えて崩れない幸せになるための実践法が私の仏法なんですね。で今度はそのご本尊いただいた、じゃあどういうふうにそれを正しく実践すれば結果が出るかってことが問題になるわけですね。で信心の3つの条件があります。これを信行学と言います。信とは信ずることですけど、信で大事なことは何を信ずるか、なぜそれを信ずるか、どう信ずるかです。何によってはこれはご本尊に決まってるんですね。なぜかっていうと、末法の現在末法って言うんですけど、お釈迦さんの教えがくどくなくなった時代を末法って言うんです。お釈迦さんがこういうふうに遺言しました。自分の死後2000年以後を末法の時代、法が廃れちゃう時代っていう意味なんですけどね、こう予言してるんです。だからお釈迦さんの仏法は有効期限2000年なんです。もう約3000年経ってますから、もう有効期限切れなんですね。賞味期間過ぎてますから、だからそのまま食べると変質してますから毒になっちゃうんですね。だからそう言ってるんです。じゃあどうすればいいんだろう。末法の人はその時は次の仏が出てくる、次の仏を死になさいってお釈迦さんは教えてるんです。バトンタッチしておくよと。末法の仏、凡夫の仏である、いろんな難にあったからみんなを救う仏だよってこう予言してるんです。その予言で出現したのが日蓮大師と仏なんですね。あと同じ凡夫の姿であり、しかもどんな難にあっても化けないで乗り越えてみんなを救う仏様なんです。だから末法は日蓮大師の時代なんです。お釈迦さんはもうご隠居さんですから、ね、隠居の仏ですから時代遅れですから、お釈迦さん死にてもダメな、お釈迦さんの遺言ですから、それですから末法は大乗の教えでなきゃダメなんです。
なぜとそういうこと、理由ですね。どう信じるの、信じの仕方があるんですね。正しい信じの仕方をしないと、ただ信じしていると言っても結果が出ない場合がありますね。それから行っていうのは実践です。で、大事なことは何のためにどう実践するのか、それが分かんないと、間違えた仕方をやったら実践してても結果が出ないことがありますね。だから正しい実践の仕方が大事なんです。で、この行には2種類ありまして、事業の自分のための実践と人のために尽くす実践と2つあります。これを事業と桁と言います。自分のためにやるのを事業と言います。他を消する人のために尽くすことを桁と言います。で、今日はまあ事業の方を中心にやりますけどね、2種類あるんですね。それもだからどういうふうな実践をすればいいのかってことは分かんないと正しい実践にならない、空回りしちゃいますからね。で、それを学ぶのを学と言います。これを教学という言い方もします。教学というのは仏法の教えを正しく学ぶという意味なんですね。ですからこれは信行を学ぶのを学と言うんです。信じの仕方、正しい信じと実践を学ぶのが学なんですね。で、その根本は御所です。御所というのは日蓮大聖人が残した論文とかお手紙をひっくるめて御所と言います。これは二世の日光聖人がこういうふうに呼んだんです。これは御所というのは仏の書という意味なんです。御というのは 尊敬の言葉ですね。あの御所とか言いますね、と同じように御って尊敬語なんです。仏の書、書いたものという意味で御書と呼ぶんです。これは二個書の文流だけ、他は御遺文とかなんとか言うんです。御遺文なんかは、二個書の文流は御書と呼ぶんです。仏の書だと、私の仏様だと、仏様のこの書いたものが中心なんだと。ですから創学会はこの御書根本なんですね。大聖人がどうおっしゃったか、それを根本にしていく。それ以外はダメ、誰かがこういった、彼がこういったってのはダメ。御所根本、私の教えが根本なんです。教学というのは私の教えを根本にして、その信じあり方を学ぶことを教学というんですね。ですからまあ今日もこれは教学の一種なんですね。そういう面でこの信心実践を正しくやって、そして体験をしていく、それによって信が深まっていくんですね。で、じゃあ信ずるってどういうことか。信ずるということは疑わないってことです。今度は信じなさいって言いますけども、最初から信じるのは無理ですよね。最初先輩から話聞いて、今度は素晴らしい、そうかなと思って最初やるしかないわけですよね。で、じゃあその信を深めどうしたらいいかっていうと、疑わないためには自分が体験するしかないんです。例えばこれあの UFO 見たっていう人は UFO があるって信じてますよね。でも同じ人は、もうあるかいって信じませんよね。自分が体験したと、実は体験したのか分かんないけど、と思った人は信じますよね。自分が見たものは。話だけじゃ信じられませんよね、世間のことでも。信仰も同じです。自分が体験すれば信じられます。願いが叶った。ね、こうなった、そのようになったら、これは体験すれば信じられますよね。それ以外には信じられません。どんな理屈聞いても、理論聞いても、それだけじゃそうかなと思うだけですね。まだ観念ですから、体験すれば信じられる。空っぽのボートは波が来れば揺れます。風が来ればひっくり返っちゃいますね。
きな石を積むと船がぐっと沈んで浮かなくなりますね。と同じように大きい体験をすると心が深まって浮かなくなるということです。小さい石でもたくさん積めば船は沈みますね。小さい竹でもたくさんすれば心が深まるんです。だから仏法を理論的に学ぶだけじゃ心が深まらないんです。それも大事なんですけどね、体験しないと心が深まらない。でどうしたら体験できるかというと、決めて祈って動くことなんですね。信心していれば何かいいことあるんじゃないか、信心したら何とかなる、何ともなりません。自分が今こうなりたい、こうしたいってことを具体的に決めて祈って必要な行動をすれば必ず体験ができます。何かいいことがあるため信仰するんじゃないんですね。1月頃のあの富士カラーの宣伝やってましたね、七富士が出てくるやつ。今年もいいことありますようにって拝んだら、具体的じゃないからダメって現状維持って反抗されましたね。あれ正しいコマーシャルですよ、ね、なんとなく拝んで結果出ません、現状維持なんですね。あるいは男の人が今年は彼女ができますようにって言ったら、顔は悪いけど真剣だから叶えてあげようって叶いましたね。あれも正しいコマーシャルですね。真剣なら叶うんです。顔関係ありませんから、これ、ね、ということで、ただ信心してればなくて具体的に祈ること、こうなりたい、こうしたいって祈ることなんですね。その結果が出るんです。そういう面で信心簡単、難しくありません。簡単なんです、ね、具体的になること。で、生活の方程式というのは、行き先を決めて予定を立てて行動をするから目的地に到着するんですよね。今日だって6時半までに虎口に行こうと決めたからお見えになったわけですよね。偶然来たからいらっしゃいますよね。行き先予定を決めないでなんとなくぐるっと回って帰ってくるのをお散歩って言うんです。なんとなく信心してるのをお散歩信心と言うんですね。まあ気分転換程度、別に変わりません。それから東京都内は昼間大型トラックが通れないんです、規制があって。夜中に通っていくんです。だから夜中の東京の周辺の高速道路ってのは大型トラックがぶっ飛ばしてます。120、30とか怖いですよ。土曜日の場合は暴走族も飛ばしてますね。でもこれ違いますね。大型トラックの行き先予定があるから早く行こうとも飛ばしてるわけですよ。暴走族は飛ばしてたんですね。あれ行き先予定がないんですから。進行も同じです。ただ頑張ります、頑張りますって頑張っちゃうといけないんですね。これを宿命の暴走族と言ってですね、頑張っても変わらないってことがあるわけですね。だからきちんと行き先を決めて突っ走らなきゃいけない。信仰で言うと、これはさっき言ったように、何をいつまでにどうするのか、変わろうっていう目的ですね。今悩んでること、解決したいこと、実現したいこと、達成したいこと、何でもいいんです。いくつでも構いません、何項目でも構いません。なとき具体的に、これは行き先と予定です。今の進行してない場合にはですね、人生って成り行きですよね。全部進行ってのはそうじゃなくて、具体的にこうなろう、こうしよう、実現していけるんです。そこが違うところなんですね。行き先予定を決める、当面の行き先予定を決めます。そしてそのことをご本尊に強く祈って必要な行動をすれば、ちゃんと結果が出るんですね。これで終わり。簡単、信心簡単、決めて祈ること、祈って動くことですね。ご本尊は何か決めてくるんじゃないんです。自分が決めて祈るからそうなるんです。だから決めて祈らなきゃ結果は出ません。なんとなくお題も書いてたんじゃ
まあやんないよりマシ程度ですね。何も変わりません。具体的になること、これがそのコツなんですね。心から思う願いですね。突飛なのはダメですよ。今年中に社長にしてくださいなんて、そんな社長だから会社潰れちゃいますからね。絶対こうならなきゃなんない、かけちゃいけならない悩みは解決します。心から願いであれば叶います。突飛なのはダメですよ。無茶なのはダメ、無理はいいけど無茶はダメですね。で、信仰っていうのはそういう面では頑張るためにやるんじゃなくて、信仰は何のためにやるかっていうと、変わるためにやるんですね。何が変わるのか。生活が変わり、生命が変わります。そして自分が変わると環境も変わります。周り、家庭も変わり、また仕事、職場とか全部環境が変わってきますね。信仰は変わるためにやるんです。頑張ってれば、信心してれば変わるんじゃないんです。変わるために信仰しなきゃいけないんです。だから今当面の変わる目標、生活の上の問題、自分自身の問題ですね、具体的に変わろうと決めて祈ればどんどん変わります。よく登山さんがやったことがあるんですね。今自分がよく変わってんのか、悪く変わってんのか、気がつかないのを惰性って言うんだよ。信仰が惰性になったら大抵だよって言われたんですね。信仰ってのは急速によく変わるためにやるんだよって言われました。急速によく変わるためにやるんです。だから変わろうと決めた上でね、具体的にさっき言った何をいつまでどうするのか、きちんと決めて祈って努力すればきちんと結果出ます。信仰ってこんだけなんですよ。簡単、ね、どうするこうするないんです、ね、素直に決めて祈ればいいんですね。その上で必要な努力をすればきちんと結果出ますから。そういう面で変わるための信仰なんですね。で、今世の中非常に不景気ですから、商売なんか大変ですね。で、信じしたってまあそういう不況の影響を受けます。だけど具体的に今の商売、売り上げをこんだけにしよう、こんだけ儲けよう、具体的に決めて祈ることなんですよ。それで努力すればそうなっていくんですね。不景気だからしょうがないって決めたらしょうがなくなっちゃうんです。自分はそう決めたんですから。この間12月に下関ってその話をしました。その後下関の県庁が来まして言ってました。あれからみんなが具体的に強くなるようになったらどんどん結果出るようになったんです。ある車を売ってる副村長さんが、今車売れないんですね、やっぱ不景気で。だけど今日はこの車とこの車とこの車売ろうって決めて乗るとちゃんと売れるって言うんですよ。でも利益がなかったんです。利益に乗ってなかったから。利益込みで乗ったらちゃんと売れるボカリになったとかね。スナックのママさんが、やっぱりお客さん来ません、今不景気で、まあ、今日はこんだけ売り上げ上げやーって3時間開店前に乗ると、ちょっと売り上げ上がるって言うんですよ。毎日楽しくなったって言うんですね。そんな話をしてましたね。それから去年の4月に練馬の総務部の会合行った帰りに、支部長さんが駅まで車で送ってくれました。そんなでこんな話してました。小さな貿易会社をやってるんです。3年前潰れそうでした。2億の売り上げが1億になっちゃった、半分になっちゃったんです。その時無理だからいならっつって売り上げ3億って乗ったら3億になったって言うんですよ。去年は5億って乗ったら5億になりました。今年は7億って乗ってますって言ってましたね。先に決めちゃうんです、目標。
で祈った上で後で道を作ればいいんです。道がなくてもいいんですね。道を探さなくていいんです。道ありませんから、ないから祈るんですから。一昨年の4月に創価大学の女子学生が来まして、語学の勉強に留学をしたいんですけど、うちの事情で行けそうもないんですって言われたから、あ、そうですかって、親に頼んでもダメならご本尊お願いしてください、前が断崖で一匹で道がないんですから、道探したら落っこっちゃうでしょう、絶対にここへ行きたいって祈れば橋がかかるように道が開けますよって話をしたんです。入って帰ったんです。去年の2月15日に来て、3月から1年間アメリカへ自費で留学することになりました。あの時言われたから祈ったら橋がかかっちゃいました。不思議ですねって言ってました。これを妙法って言うんですね。妙法って、妙法っていうのは不可思議、頭で考えちゃ分かんないって言うんです、ね、不可能を可能する力があるから妙法って言うんですから。だから、ね、無理を承知で、絶対こうしなきゃならない、書きならない場合には無理を承知で祈ること、ね、そうすると道が開けていくんですね。それで努力すればいいんですよ。どうしようこうしようって探さないこと、よくどうしたらいいでしょうかって祈ってしてるんですね。あれ全く意味がないんです。交番行って聞いてくださいどこ行ったでしょうか、教えてくれません、これどこ行きたいんですって聞けばね、道を教えてくれないけど、どこ行ったでしょうかって言って聞いてだいぶ教えてくれますね。どうしたでしょうかっていうのはほとんど同じことですから、大事に答えようがありませんね。これ自分で決めることなんですよ。どこ行きたいのか、そう祈れば道が開けていく。結構いらっしゃるんですね。どうしたらいいでしょうかって祈ってらっしゃる方、これ祈ってないから何にも叶えません。そういう面で唱題じゃ、ただ歌うけんじゃないんですね。祈ることなんですよ。で、この信仰っていうのは一念なんですね。よく先生言われます、心こそ大切なら、これ御書に書いてあるんですよ。心が大事だよって、心を一念とは言います。一念というのは、まあ、具体的には決意ってことですね。どうなりたいのか、どうしたいのかっていう決意と言ってもいいんですよ。信仰というのは決意次第なんですね。なんとかなんじゃなくて、どうしたいのかなんです。そういう一念をきちんとして祈れば結果が出るんです。それが曖昧だったら正直だと結果は出ないんですね。だからお題目かけてても祈ってないと結果は出ないんですね。ですから、今言った自分の一念、心がきちんとご本尊に向いてるかどうかなんですね。みんな懇行して唱題してますけど、意外と きちんと心が向いてない場合がありますね。ですから強い決意、絶対大信心でこうしようって決意をして、そして具体的な目標を決めて、祈ることを祈るというんですね。そうすると叶います。お題目でも祈ってない場合、惰性の祈り、ただなんとなくお題目かけてる、これ惰性ですね。決意目標が曖昧な唱題は惰性の祈りですね。それから迷いの祈り、どうしようこうしようって方法論ばっかり考えてる場合、これ迷いの祈り、どうせダメだろうなと思って拝んでる場合、これは不信ですからね。ダメでしょうね、ご本尊はそうですよってなってますね。願い通りになってます。これ結構いらっしゃるな、ダメでしょうね、ご本尊はそうですよね、先生って確信持って拝んでますから、見事ダメになってますね。でこれは心がご本尊に向いてませんね。祈ってないから叶わないんです。
生が祈るってことは絶対実現してくださいって強く願うことなんだよって言われたんです。それが祈ることなんですね。何も願ってなきゃ何も祈ってないんです。だから叶わないんですよ。絶対こうしたいんですって強く祈れば叶うんですね。そういう面では信心というのは具体的に強く祈ることなんですね。で、ご本尊に南無すると言います。南無っていうのはこれは奇妙という意味なんですね。もともと命任せますという意味なんです。この手を合わせ、これ南無の形なんです。ご本尊に南無する、手を合わせると南無する形なんですね。命任せますなんですよ。だから願ってお任せ、お願いします、あとはよろしくってこれでいいんです。なかなか南無してないんですね。お願いはしてみます、でもダメでしょうねってなるわけですね。これを半南無って言うんですね。半信半疑、半信半疑って不信だから結果ゼロになっちゃうんです。願ってお任せ、ね、素直に強く祈ることですね。この仏っていうのは種子心の三徳と言いまして、種っていうのはその眷属を守る働きを言います。師っていうのは教え導く働きを言います。親っていうのは子供のようにみんなを育てる働きを言います。仏っていうのはみんなを守り導き、そして育てる三つの徳を持ってるから仏って言うんです。これ三徳具備というんですね。ですからまた仏は親で、私たちは仏師、子供である、仏の子供であるという言い方をするんですね。だから素直に子供が親にもうこれ買ってって言ったら買ってやろうってなりますよね。ちっちゃな子って一生懸命頼むから買ってやる店かわいいから、だんだん大きなとこに暮らしになってきますね。ちょっと買ってくんでるねっていうか買ってやるわけですね。これちょっと同じ出店に行くんですよ。こに暮らしわけです。だんだんね、かわいらしくお願いすること、ご本尊様お願いってかわいらしくお願いすること、これがコツなんですね。顔と私関係ありませんから、これみんな子供ですから。そういう面で信心というのは願ってお任せ、素直に強く祈ること、ね、祈った時は無理だから方法がないからお願いしますって祈ることなんですね。御所に書いたんですよ。湿れる木より火を出し、乾ける土より水をもきがんごとく五条に申すなり、湿った木は燃えません。よく昔滝にしてあのかまどで湿った木やるともう煙ばっかり出て大変でしたよね。から砂漠から水出ません。その湿った木を燃やしてみせる、砂漠から水を出してみせると強く祈るんだよって私に教えられたんです。いざって時には不可能を可能しようって祈るんだよ、これ私の教えなんですよ。だからいざとなったら無理だから不可能だからお願いします、こう祈ることなんですね。それが強く祈ることなんですよ。何でも構わないんですから。で、そういうこの一念決意、強く決意して信心で絶対解決しようって祈ることを悩むって言うんですね。頭でどうしようこうしようって考えるのは悩むことじゃないんです。信心で言うとですね、信心で解決しようって祈ることを悩むって言うんです。で、強く祈ると知恵が湧きます、生命力が湧きます。そこから最高の方法が湧いてきます。知恵が出てくるんですね。それから生命力が出てきますから最高の行動、
努力、努力と工夫ですね。そして書店の加護、環境や人が味方をしてくれます。そして不可能も可能になります。これを法華経の兵法と言ってるんですね。困った同士は方法論を一生懸命考えます。結局うまくいきません。行き詰まります。これ迷ってるからですね。困った同士は、ね、困ったご本尊なんですよ。方法がないから絶対こうしたいんですって言うと、そこから知恵が湧いていくんですね。それの努力と工夫をして聞かすのが信仰なんだ。ただ拝んでいいんじゃないんですよ。だけど一回方法を捨てなきゃいけない。方法がないんだから、そこから知恵と力を出して、で努力と工夫して結果出すのが信仰なんですね。ですから困ったご本尊以上あり、困ったどうしようじゃダメなんです。困ったご本尊、すぐにご本尊に向けて決意して祈ってきゃ必ず道開けてきます。行き詰まることはありません。この間長野行った時に、何年か前に東京の印刷会社の営業所長だった人が自分で独立をして印刷会社を始めました。ところがバブルが弾ける直前に始めたもんだから、仕事がなくなって倒産しちゃったんですね。全部借金ですから、責められても解消がないわけですよ。でもどうしたらいいでしょうかって、まあ、祈りに行きなさい、方法がないんだからっつって、何回も反撃でして、もう死にたいんです、死んじゃダメっつって、祈りに行きなさいっつって、2ヶ月ぐらいそういうことがあったんですね。そのうちなんとか解決しましたって電話があったんですよ。それから2年ぐらい経ってたんですけどね、それっきり報告がなかったんです。この間長野行って会ったんですね。お話を聞きました。約9000万借金があったんですね。これで本当に言われに行ったら、名古屋からどうして来たか分かんないけど、印刷の機械をまだ新品のようですから5000万で売ってくださいって来たんですって。それで売ったんです。だけど工場を建てるまで預かってくださいって言うんで、預かってるうちに仕事がいっぱい入ってきて、その機械で印刷して3000万儲かったんですね。結構だから借金全部買えなくてたんですね。それで今別の仕事をやって結構繁盛してるんですね。不思議ですねって言ってましたね。信心があれば全然乗り越えていけるんですね。信心しても悩みがなくなるわけじゃないんです。信心しても悩みが起きてきます。なぜかっていうと、過去の宿命宿業が出てくる場合があるんですね。これは昔の借金取りみたいなもんです。過去に間違った宗教をやってきた、それ命の中にマイナスの、いわば借金みたいになって残ってるんですね。その現れがさまざまな不幸なんです。ちょうど氷山がありますね。氷山というのは水かけのほんの1割です。こう悩みとします。これが宿業ですね。宿業のほんの一部分が悩みなんですよ。でこれを例えば方法論で解決しますね。することは病気になって医者にかかって治ったとします。悩みなくなりました。でも宿が残ってますから、また今度はプーッとこう浮かんできますね。今度は仕事の悩み、それが終わったら今度は家族の悩み、次の病気が待ってるわけですね。で今度は新しい宿がついてきますから、終わりがないわけです、ね、そういう面でこれは宿命の借金の利息払いなんですね。しかも来世持ち越しなんですよ。これを宿命の借金の一生ローンって言うんですね。来世持ち越し、たまったもんじゃないですね。これ信心しても過去の宿が出てくる場合があります。ゼロにはできません、踏み倒しはできません。過去の借金ですから。
でも汚れが上に集まってきてですね、これ全部来てたらおしまいならいいわけでしょ。ちょうど1000万の借金があります。とっても返せない。今週いっぱいに50万払ったら勘弁してやろうって言ったら得ですよね、これと同じなんです。一生かかる悩みを短期で済んだ得ですね。これを仏法では天寿享寿というんです。重きを転じて軽く受ける、重い借金を軽く受けて済んじゃうってことですね。これを宿命の借金の大型割引と言います。大型割引自払いと言うんですね。非常にお得になってますこれ、ね。それからまた、で信じたらこの服がついてきます。どう切っても幸せになっていくんですね。それからまた今言ったようにこの悩みっていうのはマイナスですね。解決したらゼロです。進行するっていうのはマイナスがゼロじゃなくてマイナスをプラスにできるんですね。重い病気になったら病気治して前より丈夫になっちゃう、二度と悩まない。子供で悩んだら乗り越えていい子になって二度と悩まない。亭主で悩んだら亭主のいい亭主にしちゃうことですね。この間面白い話を聞きました。ある竹炭さんがずっと何十年来主人が知らんで悩んでたんですね。でこの間お会いしたから、あなたが変わるんですよ、相手変わるんじゃなくてあなたが変わるんですよ、あなたが宿命転換して死んで悩みのうちがなくなれば死に変わりますよって話をして、それから本気でまた信心したんですね。これは手紙来まして、この間すごいことがあったんです。死んが飲んで帰ってきて暴れたもんだから息子が二人で止めようと思ったら怪我しちゃってもう骨折して血だらけになっちゃったって言うんですよ。救急車呼んだ。そしたら主人が、酔っ払った主人がここまで行ってうちの息子が俺を殺そうとしたって訴えたわけですよ。バトルが進んできちゃったなんて大騒ぎになったんですね。でその時に息子二人、まあ、成人してるんですけどあんまり信じしてなかったんですけど、お母さんがその時にお父さん私たちが信じしてお父さんが立派になんとか変えようよって話にして息子たちも本当に信じするよって決意したんですね。それでシラフになってから向こうのお母さん呼んでその前でこの間こういうことがあったんですよって話をしたら全然覚えてないんですね。あれ本当に覚えてないんですかね、よくわかんないんですけどね、その辺が知らんぷりしてるのかわかんないけど、そしたらまあそうなっちゃって考え込んだって言うんですよ。お父さんこっちで置いといて私でゴンギョしようって息子たちでゴンギョしたらいつの間にか後ろへ来て俺もやらせてくれって後ろに来て信心し始めたって言うんですね。それっきり3ヶ月間一滴も飲まなくなり、途中苦しかったらもう大丈夫だよって本人言ってますと、あの大騒動があってからガラッと変わりました、言ってましたね。ドラマチックですね。主人ってドラマチックなんですよ。マイナスをプラスにするんですね。これを変毒医薬というんです。毒を変じて薬となす。毒はマイナス、薬はプラスでしょ。マイナスをプラスにするのが進行なんですね。マイナスをゼロじゃないんです。だから悩みが起きたらチャンスなんです。宿命転換のチャンス、二度と悩まないチャンス、良くなるチャンスなんです。そこで疑うと大抵のチャンスになっちゃうんですね。チャンスだらけ。信じはピンチがチャンスなんです。困った時がチャンスなんです。うんと変わるチャンスなんです。それが信仰なんですね。何が起きたとしても全部プラスにしていけるのが信仰です。だ信心したら悩みがなくなるんじゃなくて悩みが起きるたびに良くなっていくんです。それが信仰なんですね。ただしただ信心していればじゃない。信心強ければ、その強い弱いは決意の強弱なんです。絶対良くなっちゃうぞ、変わっちゃうぞって決意していけば良くなっちゃうんです。信心が弱いと悩みに負けちゃいます。一生懸命働いても給料が安かったら食べるのが精一杯です。借金返せません、貯金できません。収入が増えたら借金返しをして貯金ができますね。同時に新人頑張ってますと新人弱いと
守られてます程度の最低ラインですね。宿命転換できない、福につかないんです。信心が強ければ宿命転換した後に大きなプラスが残っちゃうんです。その強弱は決意の強弱なんです。信心が振り方と関係ありません。決意が強ければ結果はちゃんと出ます。決意した通りになります。弱いと信心振るかろうと負けちゃいますね。信心とは決意次第なんです。決意して祈ること、強く決意して祈ることなんですね。それが全てなんです。ある面では信心していればじゃないんですね。信心強ければなんですよ。決意が強ければ全てをプラスに変えていけるんですね。そういう面で信仰っていうのは決して難しくないんですね。祈ることが根本でありですね。そしてまた自分の夢や希望を実現するための信仰なんです。こうなればいいなっていうのは夢です。こうしようと具体的に決めたら希望になります。その希望を実現しようと具体的に強く祈れば、夢、希望が実現をします。そのための信仰なんですね。たくさん夢を持って、で今度はそれを具体的に、まずこれを実現しようと希望にします。で強く祈って実現をします。次の夢をまた希望に変えて実現していけばいいんですね。次から次へと夢を希望に変えて実現していくための信仰なんです。だから楽しくないし、そうすれば夢があり、希望があり、ドラマがあり、喜びがあるのが信仰なんです。ただ信心してるするために信仰するんじゃないんです。具体的にこうしよう、こうなろうと決めて、そして実現していくための信仰なんですね。対面で具体的に強くなることはコツなんですね。そういう祈りが強ければ必ず叶いますね。おととしでしたかね、奈良へ行った時に、会終わってから一人の夫人が来まして、リウマチで痛くて歩けない、まだ若いんです、50そこそこなんですけどね、足の関節リウマチで、それで医者にかかっても治んないんですっておっしゃったから、もしかしたらあなた治んないと思っちゃいませんかと思ってますって言うんですね。じゃ治るわけないで手術したんですよ。ご本尊様は治りませんよ、ね、そうだよってなってるわけですから、自分は決めてるんですから、ご本尊は決めてないですからね、自分は決めてるから治るわけないでしょって、ご書にこう書いてあります。南妙法蓮華経は四宿のことし、四宿が吠えるようなもんだったんですね。いかなる病触りをなすべきや、どんな病気も触りをなさないよ、打ち勝っていけるよって私におっしゃってるんですね。そういうふうにご書に書いてあるじゃないですか。ただし、リウマチを除くって書いてありませんよって言ったの。この病気だけは治んないと思ってるから治んないわけですよね。正しい気がないんですから。医者で治んないから信じて治すんでしょ。よく正しいおっしゃったことあった、二代会長が。医者にかかって治るもない医者にかかれ。早く治る。医者が見放したらもうこっちのもん。もうご本尊しかないと決めた時から治り始めんだぞってやりました。医者に勝って治るもの医者に変わればいいの、早くなりますから。医者が簡単に治さない場合にはもうご本尊しかないってことは、さっき言ったようにもう自分の力を引き出して治すしかないってことなんです。そう決めて祈った時に最も強い生命力が出てくるんですね。さっき言ったように
弱さを出せば病気になるんです。重い病気っていうのはやっぱり命の中にもともと持ってる人の癖なんです。宿業なんですね。その表れなんですから、弱さを出したから病気になったんです。強さを出せば治るんですね。その最も強い命の力は仏界の働き、仏の生命なんですから。だから病気は本質から言うと治るか治んないかじゃなくて、治すか治さないか本人次第なんです。本人次第、信心次第、決意次第なんです。医者もそう言ってますね。重い病気にかかった患者が病気治ればいいなとか、治りたいなとか決意の弱い人は治りにくい。絶対治すぞ、決意の強い人は早く治るって言ってますね。そういう話をしたんです。わかりましたって。でだから、ね、医者で治せないんだから信じて治すんでしょ、治んなくても治しなさいって、治しますと決意したんですね。で元が帰ってきたんです。次に電話がありました。その人から昨日から痛み止まりました、約2週間で治ったそうです。治らなかった時にやたらした、治らないと思ってたから治んなかったんです。治そうと思って祈れば命が変わるから治って当たり前なんですね。そういう面で病気は本人次第、決意次第なんです、ね、強く祈った上で医者や薬を大いに使えばいいんです。医者や薬を否定する必要はありません。主体全人の働き、全てを守る働きにすればいいんですね。よく尋ねられました。信心があれば医者にもかかるんだよと。信心が強ければやぶも名医になるんだよ、名医と同じになるんだよと。薬目は君が違うんだよって言うと、こっちの命が強ければ全てがプラスになる、弱ければ一生懸命やってくれても治んないんですね。そういう面で根本は生命次第、その生命を変えるのは信仰次第で、それは今度は決意次第なんですね。具体的にいつまでにどうしよう、いつまで治そうと決めて祈った時に治り始めるんです。そういうケースでいっぱいありますね。今非常に不景気で会社が潰れちゃったとか、いろんな人がいらっしゃいますね。去年の2月の座談会でお会いした夫人は中小企業に勤めてて会社潰れちゃった、今仕事を探してるんですとおっしゃったから、いつまでにどういう仕事をしたいのか決めて祈ることですよと。ただし今不景気ですから普通じゃ無理ですよと、無理を承知で強く祈ることですよって話をしました。5月に手紙来ました。自分はずっと事務の仕事やってきたんで事務の仕事をしたいって祈ったんです。友達に話したら非常識だって言われました。そんな年の事務職なんか祈ってくんなよって。若い女の子パソコンもできるしいろいろできますもんね、おばちゃんできませんもんね大体、非常識だって。でも私それしかできないから祈ったんです。そしたら3月いっぱいって決めたら3月27日の日に願った通りの仕事に就けましたって手紙来ましたね。具体的に強くなることなんですよ。もう一人の夫人は4年間失業してるんですよ。失業ですね。ちょっとこれ一人暮らしですから行き詰まっちゃった。そしたら店員さんですから何の技術もないわけですから、ですからちょっと無理じゃないですかって言ったんです。ダメでしょうか、ダメですねって言ったんです。無理だからお願いしてくださいって言って、はいって帰りました。1週間で就職しました。同じ店員さんの仕事ですけどね、もともと同じ業種で、しかもベテランだから最初が新人さんになっちゃったという話がありますね。それからこの間来た夫人は子供さんが2人大学に行ってて仕送りが大変なんです、働こうと思うんですけどとおっしゃったから、働いても大してお金もらえないしいい仕事ありませんよ不景気だからって。ご主人何してんですかって言ったら自営業だって言うんですね。じゃあご主人の仕事の売り上げ倍にしたらどうですかって言ったら、あらそうですねって書いてあるんですね。
しばらく電話入りました。真の仕事が忙しくなったんで働くと済むようになりましたっつってましたね。みんなこうだからしょうがないって決めてることが多いですね。だから祈ってこうしようと決めちゃうとこういうふうになっていくんですね。その面で新人監督決めて祈ること具体的に祈ることなんですね。新人してればじゃないんですよ。自分は自分でどうするかなんですね。でこの羅什の仏法っていうのは戒律はありません。お酒飲んじゃいけないとか何しちゃいけないとかって戒律はありません。おめでとうございました。八方無戒なんですね。ただし金剛法器戒といって金剛ってことダイヤモンドってことです。法器が生命ってことです。ダイヤモンドの生命の戒律なんですね。これは自分で自分をコントロールするってことなんです。こうしちゃいけないあしちゃいけないっていうのはないんです。自分でコントロールしていくことですね。でもう一つは法律に3つあります。世間法、国法、仏法です。世間法、世間の付き合いとかですね、事の仕方とかありますね。これに背けば仲間外れにされますね。で世間は評判なんですけどね、評判悪くなりますね。世間法が国法、国の法律です。これに背けば罰せられますね。それが仏法、これは因果の法則なんです。原因結果の法則なんですね。幸せの方に乗っ取れば幸せになるし、それじゃないと不幸になっちゃうと因果の法則なんですね。で仏法が一番上なんです。だから世間法はちゃんと守んなきゃいけない。その上でここを守んなきゃいけない。その上で仏法を根本にしていった場合には今度は世間法にも通じていかなくちゃいけないんですね。そういう面でこうしなきゃなんないって戒律は何にもないんです。だけど信心根本にして懸命に自分をコントロールしてで幸せな方に持っていけるのが信仰なんですね。だから一切戒律こうでなきゃいけないって戒律はないんです。自分をコントロールしていくんですね。幸せな方に持っていくのが信仰の知恵なんですね。そういう面で この前大田区の大森文化っていうところへ行った帰りに会合終わってから一人の少年部の人が来まして、ちょうど10年前に僕が出た会合で決意をしたって言ってました。広告ありますってか何ですかって言ったらそういう話なんです。僕その人を知りませんから個人的に。そしたら言ってました。10年前は仕事もろくになくて貧乏のどん底だったんですと。その時に本当に信心して変わろうって決意したんですと。それからちょうど10年経ちました。途中いろんなことありました。でも今43人使って運送会社やってます。ちょっと変わりましたって言ってました。これだいぶ変わりましたね。これ信仰ってそういうことなんですね。変わろう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 と思い続けて祈って、具体的一つに祈っていけば急速に変わっていけるのが信仰なんですね。写真主義やし、いや気休めじゃないんです。生活を変え、命を変え、こうしようと思う自分になっていくと、そのための実践法が信仰なんですね。ですからなんとなくやっちゃつまりません、ね、今悩んでること、こうしたいこと、ああしたいこと、具体的に一つ一つ、これはいつまでにこうしよう、こうしよう、こうしようって具体的に乗って一つ一つ解決して、次のまた目標に挑戦をして、でまたそれを実現して、
そのことによって信心が深まり、確信が深まって、もっと前進しよう、無限に向上していくのが信仰なんですね。今世の中は不況ですし、個人も企業も社会もお先真っ暗な時代です。全く希望のない時代ですね。それだから私たちだけは大きな希望を持ち、個人も希望を持ち、またみんなを救っていこう、世の中変えていこうっていうですね、そういう光線ルフという大きなロマンを持って、それを目標に私たちは日々実践していけるってことは、これは最高の喜び、生きがいだと思うんですね。そういう面で、それから皆さん方がまず一つ体験をして、具体的な体験を積んで、そして信仰を深めて、さらにそれを今度はそういう心の頭にも語っていこう、そういうふうに今日が開けていけますようにですね、具体的に今日からまた実践をして、体験を積み重ねて、で教会を開きながら、さらに人のためにも尽くしていけるようなですね、そういう教会になっていただきたい、そういうふうに願いまして終わります。